タイにある世界遺産アイタヤの、近くにある、アイタヤの近くにある仏塔です。来てます。で、最近ここの辺りですね、10月の終わりぐらいに洪水があって、かなり、ね、洪水の後になってね、湖っぽくなっちゃってます。でここから見る景色が、なかなか素晴らしいですね。で田舎の雰囲気出てます。でもここにいればね、洪水になってもね、ここに避難すれば大丈夫です。で、階段から登ってくるんですね。結構急ですよ。